のコン。コン。うん。コン。キツネがいるってことだよ。今日の。今日か、やっぱりな。迫り来る今日だったね、これ。今日の。もういいんだよ、もうマジで。田辺先生も本当にやめてよ、それ。もういない。目の前にいねんで、田辺先生が。うん、よかったね。岩手県の後ね、ラジオネームミズッティもね、あれ、マット先生はどこにいるのつって、さっきマジ声出してくれてね、マット先生。いないんだよ、もうここにね。今日の今日のゲスト講師はもういないわけ。でもちょっとさ、さっきもね、この絆感謝祭ね、親子のワイモモ学割のさ、やつでさ、まあ、バババッと説明したけど、まあ、改めてちゃんと説明もするし、田辺先生、マット先生もこの後もう一度生放送教室来てもらって、そう、ちゃんとこの詳細も聞いていこうと思ってるから、なんだけど、男子のみんなが集まってるってことはそういうことなんだよ。スクールブロックね、女子クラスの時間で我が校の4週目ガールズ、高橋ひかるちゃんが毎日走行中なわけよ。姫3ヶ月ぶりのバックアゲイン、姫もね、姫呼び、そして私 G、 これも公式認定いただきましたのでね、心置きなく使える。本日はですね、我が姫がですね、部長を務められております料理研究部の活動、あんみつかなんか作るんですかね、やっぱ姫は。高橋ひかるちゃんのガールズロックス、スクールオブロック、ガールズロックス、ガールズロック。兵庫県19歳男の子、ラジオネームアルピニストくん。ひかるちゃん、今年の初食べは何でしたか？僕はポテチを食べながら年越ししました。でも年を越しながら食べているのでノーカウントだと考えれば、僕の初食べは数の子です。数の子はおせちの中で一番好きなメンバーです。おせち、いいね、おせち。私、東京に引っ越してきてからおせち、お母さんと二人だからなかなか食べる機会がないんですけど、でもいるんですよ、おせち御三家。私ね、一つ選べないから三つでいいよね。三つだと、栗きんとん、黒豆、雑炊。あ、雑炊じゃない。雑煮。雑煮。そう。あ、おせちに入んのかな？入るよね。入るよね。うんうん。今年の初食べは、かまぼこ。スクールオブロックの部活動、料理研究部部長の高橋ひかるです。今夜は久々に料理研究部の活動報告を行います。さて、料理研究部って何ですか？という生徒の方に説明をしておくと、スクールオブロックの中にある部活動で、お料理はもちろん、食べることが大好きという人なら、誰でも参加することができます。私ももちろんお料理も食べることも大好きなんですけど、今日はですね、受験シーズン真っ只中じゃないですか、皆さん。なので、高橋ひかる直伝夜食レシピを伝授したいと思います。その名も、バリボリ食べよう野菜チップス。そうなんですよ、野菜チップスっていうことで、まあ簡単なんですね、とてもとても。野菜チップスって言ったら難しそうに聞こえますけど、用意するのは野菜オンリー。あ、ま、でも塩もあったら嬉しいなって感じで、今日準備しているのは人参とレンコンを用意したんですけど、いやもう最高ですね。まあレンコンはアク抜きしてもよろしいんですけども、なんか切るんだってよ、これを。なんかこれを切ります。あ、まずね、野菜をきれいに洗ったら薄く切っていきます。こんなもんかな、こんなもんで、なんかちっちゃいかな。まず人参を切って、まあね、薄くって言ってもまあ火が通るぐらいなら大丈夫、死にやせんって感じで、とりあえず並べていきます。クッキングシートとか、まあお皿でもいいんやけど、なんか並べられるものに並べてって、なんか骸骨みたいにレンコンが切れて可愛いなって感じですね。あ、野菜切ったら水気を軽く取ってあげて、でクッキングシートに並べて軽く塩を振っていきます。お塩好きな人、ん？ってかしょっぱいの、しょっぱいのっていうかしょっぱいのが好きな人は多くてもいいと思います。私はしょっぱいのが好きなので、ちゃんとかける。私お家にお塩が1,2,3,4,5,6,7 7種類ぐらいあるのかな。お塩めっちゃ好きで、お塩大好き
インゲンって感じだから、お塩をいろんなお塩かけて食べても美味しいんですよ。ではまずこうやって全部この今までの工程がちゃんと終わったら、電子レンジにそのまま入れて600ワットで 1,2 分加熱します。そう、このね、実は待ってる間が一番もどかしいもどかしいんですね。そう、ほんまにね、なんかよくチーンってするじゃないですか。あれ、私この時間が一番嫌いなんですよ。だからこの間絶対何かします。あ、でもみんなずっと電子レンジしてる時間って何してんの？すごい気になる。私はその間ね、まあ、前にずっといるんですけど、前に待ちきれないからさ、前にいるんですけど、前にいながらも動画見たりとかお湯沸かしたりとかなんかするんですけど、みんな何してんの？スクワットとかしてんのかな何してんの？あ、いい匂い、めちゃくちゃいい匂いする、やば。そう、みんなね、なんか受験太りってあるじゃないですか。あれってすごいね、ダメだと思うんですよ。だって頑張ってるのに受験で、あ、太っちゃうからとか言って、なんかそのストレスが他にかかっちゃうと良くないし、なのでこうやってヘルシーだけど美味しい、そんなものがあったら気にせず食べれて栄養も取れて、みんなが少しでもハッピーに過ごせるんじゃないのかなと思って。もうすぐ出てき上がりそう。いい感じにできています。この薄く切るとね、うまくできるんですよ。あ、できてるできてる、おいしそうおいしそう、よかったよかった。不安やったわ。でもね、まあ、失敗も成功のもとっていうことなんで、失敗とかしてもいいと思いますなんていうか、でもちゃんとね、火通した方がこれパリッとなって美味しいので、ちょっとなんかうまく火通らなかったらオーブントースターとかでカリッと焼いても美味しいと思います。あとね、そう、チーズもスライスチーズとかをこうやってクッキングシートとか剥がしやすいものの上に乗せて、また 1,2 分チーンとか、これも電子レンジオーブントースターでやってもパリッとなっておせんべいみたいになるんですよ。それがだから、それもチーズは太らないって言うんで、食べても大丈夫だと思うんで、よかったらそれもしてみてください。では出来上がったので、ちょっと食べてみてもいいですか？ちょっとじゃあレンコンを食べようと思います。うん、あ、お塩が効いてますね。そう、お塩をたっぷりかけると本当に売ってる野菜チップスみたいな感じになってね、すごい美味しいんですよ。うんうんうん、素晴らしい、満点満点これは。あ、じゃあ人参もいい感じに入れたんで、ちょっと人参も食べてみたいと思います。うんうん、バッチリバッチリ、いやー美味しい。だってこれあれてないんですよ。なのにシャキシャキしてて食感もいいし、甘くて美味しいし、おやつ食べてる気分になれるんで、うん、これは食にぴったりだと思います。いやー、我ながらよくできたわ。でも料理研究部はこれをしなきゃいけないんですよ。評価をつけなきゃいけないんですね、星で。じゃあちょっとしっかりと評価をしていきたいと思います。高橋ひかる直伝、マリボリ食べよう野菜チップスは星3つですなんかうまくできないんだよなこれ。
お届けしているのはステレオガールのおやすみグッドナイトです。この曲はね本当にステレオガールさん企画人フェスティバルで聴いてすごいもう惚れちゃって結構定期的に聴かせてもらってるんですけど、いや相変わらずこの素敵 なんか独特の世界観があって、ミュージックビデオもすごい可愛くて何回も見ちゃって中毒性がすごいある曲だなと思います。もう聞き惚れちゃいますねいや今日本当に料理活動報告久しぶりにやってすごい不安だったんですけどバッチリできてよかった。すごいね、家では何回かやったことあるからどうかなって大丈夫だろうなとは思ってたんですけどちゃんとできてよかったです。生徒のみんなもなんか夜食食べたいなとか思った時は家にあるものですぐできちゃうんでよかったら作ってみてください。じゃがいもとかでやるとポテトチップスみたいになって美味しいよ。ガールズロックスではみんなからメッセージを募集しています。メッセージはメールでもガールズロックス掲示板への書き込みでも OK です。 www.tfm.co.jp/rock www.tfm.co.jp/rock ロックのスペルは LOCK 鍵のロックです。それでは明日もまた女子クラスでお会いしましょう。高橋ひかるでした。 School of Rock.